福島城は、信濃国筑馬郡福島にあった、日本の城。他の地域の同盟の城との混同を避けるため、基礎福島城とも呼ばれる。戦国時代、基礎義安により築かれた。平時は、上の壇城を館とし、山城を爪の城とした。基礎義政も、居城とした。本能寺の変が勃発すると、信濃国内も新たな支配権をめぐって混乱し、 吉政は、北品野の所領を放棄して、美野へと逃げる森長吉の命を狙ったが、企みに気づいた長吉に、基礎福島城に押し入られ、逆にこの岩礁丸の身柄を拘束されてしまう。岩礁丸を人質に取られたことで吉政はやむなく、遠山友忠など長吉をよく思っていなかった、将たちに、森軍に手出しをしないように依頼して回り、むしろ長吉の撤退を助ける役目を負わされた。 乱に際して吉政は、徳川家康に通じて、名役を結び、安住、千曲、木曽の安藤を得たが、家康と豊臣秀吉が対立すると名役を保護にし、秀吉に強順した。このため家康は、天正十二年九月、菅沼忠尻、星名正名を、諏訪頼りたらを差し向けて、妻五条の吉政を攻めたが、撃退されている。これに先立つ同年八月、 小笠原上京が、新江川又兵を調略して、木曽福島へ侵入し、吉政は、公然寺に逃れた。その後、吉政は、秀吉の帰化となった家康と共に、関東に違法され、城は、廃城となった。明治12年の軍区町村編成法により分割。角川日本地名大辞典二十長の県。ありがとうございます。